こんにちは、北村チャンネルです。本日はシグマから新しく発売されるこちらの 14mmF1.4 をご紹介していきたいと思います。こちらは超広角の 14mm と開放 F 値 F1.4 の明るさを兼ね備えた世界初唯一の超広角レンズです。すべては最高の成形撮影のためにというキャッチフレーズがあり、成形撮影に特化したレンズとなっております。こちらの特徴的な外観やスペックをご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それではまずスペックから見ていきましょう。焦点距離が 14mm、 F 値は開放で 1.4、 最小絞りが F16、 絞り跳ね枚数が11枚、レンズ構成は15×19枚、最短撮影距離が 30cm、質量は L マウントで 1170g、 E マウントで 1160g となっております。こちらのレンズは軽量な素材を採用し、内部構造の堅牢性を確保しながら軽量化を実現しています。こちらの先端部分にあるリングがフォーカスリングとなっており、ラバー部分がしっかり作られているので、すごい操作しやすい作りになっています。中央部分にあるのが絞りリングとなっております。ボタン類はAF、MF 切り替えスイッチ、ファンクションボタン、マニュアルフォーカスロックスイッチ、絞りリングのクリックオンオフスイッチとなっております。こちらはマニュアルフォーカスの長時間撮影の際に誤操作によるピンボケを防止してくれます。シビアなピント合わせが求められる成形撮影時など、不意に動いてしまったり、レンズヒーターを装着した際ずれる心配がないです。フード手前に段差があり、レンズヒーターが前に飛び出し、切られが発生するのを防いでくれます。成形撮影時は周りが非常に暗いため、撮影中の切られ発生が分かりにくく、撮影後に画像を確認して切られに気づくケースもあるので、こちらも非常に助かるポイントですね。続いてこちらのリアフィルターホルダーです。ソフトフォーカスフィルターなどを入れて、星を少しぼかすことで色を出したり、星座の形が分かりやすくなったりします。またこのようなガイドが付属されているので、こちらに合わせてゼラチンフィルターをカットしていただき使用することが可能です。続いてこちらの三脚座です。重量が1キロほどのレンズなので、長時間撮影の際に固定位置がずれてしまわないようアルカスイス互換の三脚座が付属しています。またこちらの三脚座は取り外しが可能となっており、取り外した部分に付属されているカバーを取り付けて、手持ち撮影の際にストレスなく撮影することが可能です。続いてこちらの専用のフロントキャップです。こちらのフロントキャップの内側にはフィルタースロットが2箇所用意されています。どうしてもシート状のフィルターというのはずっと装着しているわけにもいかないので、このようにどこか入れる場所があるっていうのはとても便利ですね。それではこちらのレンズを使い、作例を何枚か撮ってきたのでご覧ください。いかがだったでしょうか。こちらのレンズは F1.4 という明るさと、成形撮影に特化した機能がたくさん詰まったレンズだと思います。また街中のスナップとかでも建物をとてもシャープに写してくれるので、成形撮影以外にも使えそうなレンズですね。ぜひカメラの北村でチェックしてみてください。